動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回は瀬戸内海です。有名な鞆の浦を2日間にわたりまして観光いたしまして、そのついでにですね、田島と横島という島に渡ってみようかなと思いました。そうしたところですね、この内海大橋、瀬戸内海に架かる大きな橋があるんですが、あまりにも美しいので、つい歩いて渡ってみようと思いました。ちょうどね、目の前におっさんが歩いてますね。まあ私もおっさんなんですけれどもね、高さは30メーターなんですけれども、すさまじい高度感です。この内海大橋の場所はこちらでございますね。広島県の福山市の先ですね。瀬戸内海にくの字になって800メーター以上の長さで架橋されています。まあなんでくの字になっているかというと、ちょうどくの字の中間地点に浅瀬があるんでね、そこに橋脚を立てるためにこういうふうな形状になってしまってます。 Google Earth で見るとなんか迫力のない写真になりますけれども、実際はそんなことございません。もう歩いて渡ってるとビビりますね。高所恐怖症の人は絶対に避けた方がいいというような感じですね。あと風が吹くとすごい怖いです。今手前側の部分フェンスがあるんですが、この先でこのフェンスが途切れます。なんでこのフェンスないのかなっていう、こっから先がね、怖いんですよね。こんな感じでね、身を乗り出してみるとね、もう吸い込まれそうです。あまりに天気が良くてね、気分がいいんですけれども、これ悪天候だったら相当怖いですよ。まあ、天気が良くても怖いんでね、歩きとか、あとは自転車でも吹き飛ばされそうな気がするので、本当に怖いですね。それとこの欄干の高さが僕の腰ぐらいしかないんですよ。昭和時代に作られた橋なので、これ今の令和の時代だったらね、もっと高い欄干になるんだと思うんですけど、昔はこんな橋が多かったですよね。さて、下に橋脚が見えてきましたね。その向こう側がニールセン・ローゼ橋という形の橋のようです。長さは約220メーターあるらしくて、平成元年の完成当時は、この方式の橋としては我が国で最長のものだったそうですね。本当にこのアーチがね、美しいんですよ。青空に映えますね。海も青、空も青、そしてこの橋も青ということでね、素晴らしいですね。それにしても、前歩いてるおっさん不気味でしょうね。後ろから僕が近づいてきて、この橋の真上でね、高いところでこうやってすれ違うというか追い越していくんですよ。だからね、結構向こうとしてはビビるんじゃないですかね。私が同じ立場だったら、変なおっさんが近づいてきたら、しかもこんな場所ですからね、何されるか分かんないし、いや申し訳ないことしました。おっさん、なんかこの橋を往復して散歩してましたね。ちょうど僕も往復したんですけれども、普段の散歩コースなんか邪魔しちゃったみたいな感じで。さて、ちょうどくの字になった部分に差し掛かりました。岩礁がね、見えてくるんですね。浅瀬ですね。まな板ゾワイというふうに呼んでます。ゾワイ、またはソワイって言うんですけれども、浅瀬のことを言うらしいですね。そういう日本語があるということをこの橋を渡って初めて知りました。まあ、浅瀬に橋脚を2本ぶっ刺して、
効率的にというかね、橋を架けてるわけですね。でこの浅瀬に橋を、くの字型に作ることによって、アーチの部分の、海峡部っていうんですかね、そこに通る船の航行を邪魔しないようにしているようですね。真下に見えるのが浅瀬、こっからロープ伸ばして懸垂確保して降りてみたいですね。まあでも登り返すの大変ですけどね。というか誰かに勝手にロープほどかれたら永遠にまな板ぞわいの上で誰にも助けられずに私は白骨化していくんじゃないかという、そういうことを考えると余計にこの高さが怖くなってきますね。ちょうどモーターボートがやってきたので眺めました。気持ちよさそうですね。向こう側から歩いてきたんですよ。2本目のニールセンローゼ橋に差し掛かります。この高さはなかなか慣れないですね。風もそれなりにあったので本当にビクビクして渡りました。ただね、本当気持ちいいんで他の橋もこういう風にして渡ってみたいなとふと思いましたね。瀬戸内海にもっといろんな橋があるので、そういった橋を歩いて渡りたいなという欲求がね、すごい強くなりましたね。歩いて渡ってるとね、この橋の形というか美しさがね、すごく記憶に残るんですよね。橋の下を漁船ですかね、なんだろう、船が走っていきますね。橋の上からね、大きな船を眺めるって楽しいんですよね。この橋の下はそんなに巨大な船は来ない、多分ね、と思うんですけれども、大きな船がね、往来するような、頻繁に行き来するようなね、巨大なブリッジを渡ってみたいなと、非常に強く思いますね。くの字型の橋、向こう側が見えますね。こういう形をした橋ってないんですよね、なかなかね。ですから貴重な体験になりました。いやー気持ちいいですね。これ一人で歩いてるから余計に気持ちがいいんですよ。多分ね、妻と歩いてたら奴は絶対に僕の背中を押しますね。間違いない。完全犯罪成立です。いや、っていうか、一緒に旅行してるのはバレバレですからね。まあでも誤って落ちた。誰も見ていないところで。危ない危ない。やっぱり一人で渡るのが一番ですね。僕が死ぬとね、投資してる不動産物件の借金が全てチャラになるんですよ。融資してもらうときにつけている団体信用生命保険というものがね、おりまして、借金棒引きになるんですよね。で、妻は無借金で僕の不動産物件を全て手に入れることができるんですよ。ですからね、これはちょっと危ないですね。妻と二人では来れないな。自分一人で来るのが一番ですよ。そろそろ島に渡ります。田島という島に渡ります。瀬戸内海の島巡りっていうのがいいですね。これからね、何度もやりたいなと思いましたね。本当に気持ちいいんですよ、温暖な気候でね。こういうところに冬に来るとですね、日本海側とか雪国の人とのこの不公平さというか不平等さにこう、なんていうんですかね、憤慨する気持ちが出てきますよね。雪国の人は税金を少し
半額ぐらいにしてあげてもいいんじゃないですかね。はい、ということで宇都宮大橋を完全に渡り切りました。歩いて、これから再び向こうに歩いて帰ります。下から見るとこんな感じでございますね。相当な高度感がありますよ、下から見てるだけでもね。ということで今回の動画はこれでおしまいでございます。気持ちのいい散歩道でした。みんなもね、たまには橋を歩いて渡ってみましょう。ということで動画をご視聴くださいましてありがとうございました。